はじめまして、サンケトと申します。ネパールから参りました。今、大阪文化国際学校で日本語を勉強しています。どうぞよろしくお願いいたします。大阪文化国際学校を卒業した後に、神戸電子でコミュニケーション学部を勉強するつもりです。私は日本に来る前、コミュニケーション学部の興味があります。そして日本に来た時、先生たちがコミュニケーション学部のことを紹介されてくれました。そのことを感じて、コミュニケーション学部を選びました。そうですね。大変ですけど、その時、先生たちがよく助けてくれました。例えば、願書を書くとか、面接の練習とか、いろいろなことをよく助けてくれました。本当に心から先生たちに感謝します。日本語が上手になる方法が、授業中で先生たちのことをしっかり聞きます。そして家でもう一回復習します。できればアルバイトもします。アルバイトで仕事仲間と一緒に日本語で話します。それがいいと思います。そうですね。大阪文化国際学校の授業中で授業のことだけでなく先生たちが他のこともよく教えてくれました。例えば、日本の法律とか、日本の文化とか、いろいろなことをよく教えてくれました。それが楽しかったです。興味があるので、日本へ、コミュニケーション学部の、コミュニケーション学部の